はい、こんばんは。本日も、新作の別注が入荷してきましたので、紹介させていただきたいと思います。本日ですね、一方、こちらの商品だけです。ブランドですね。ブランドは、ナイセルスの 22SS の別注の、2つ目ですね。で、ナイセルスに関しては、今期の SS は、こちらのアイテムで、別注は終了になります。インラインがね、あと少しだけ、今後入ってきますけど、別注に関しては、こちらのアイテムでナイセルスの、SS は終了になっております。でですね、商品名、ごめんなさい、これちょっとね、アルファベットで、僕もしかしたら読み方間違ってるかもしれないですけど、ドニーですね。もしかしたらダニーかもしれないですけど、D-O-N-N-Y。ドニーになります。で、まあ、見て、わかる通り、半袖の、まあ、最近ね、インスタライブでよくお話は、お話だけはしてたと思うんですけど、半袖の、ミリタリージャケットを今回ナイスレスに作っていただきました。これね、めちゃくちゃかっこいいっす。はい。で、まあ、まあ、まず、まあ、なんで、こう、半袖のレザーのジャケットを作ったのかと言いますとですね、まあ、インスタライブでごめんなさい、EC サイトに、掲載はしてあるんで、まあ、もう読んだ方は、まあ、そのままの通りなんですけど、まあ、僕、昔、前職ですね、前の会社のセレクトショップにいたときに、福岡に、一時期2年間ぐらい、働いてたんですけど、まあ、その時ですね、その時の上司、と、よくね、変な遊びをしていて、で、その変な遊びっていうのは何かっていうと、まあ、いわゆるこう、古着屋さん。で、古着屋さんって言っても、普通の古着屋さんではなくて、なんだろうな、多分田舎によくある、知らない人は知らない、何それってなるかもしれないですけど、田舎によくある、ゲームとか、カード、カードゲームのカードとか、あと、なんか、人形フィギュアとか、そういう、なんかいろんなこう、エンターテイメントグッズの中古を扱ってるめちゃくちゃでかい、僕のね、地元なんかにあったのは、なんかお宝鑑定団みたいなのが、有名な名前があったんですけど、そういう、普通の古着屋さんではなくて、そういうね、だいたいこう、朝5時ぐらいまでやってるような、お店がある、お店っていうかそういう、まあ、いろんな名前であるんですけど、で、そこに、古着もあってですね、で、そこに、僕とその上司で行って、まあ、古着がメインではないんですけど、とはいえかなり広いので、その古着のコーナーだけでも、まあ、2、300着ぐらい、こう古着が常にバーってあって、で、それを、僕と上司で、もう片っ端から全部バーって見て、で、なんか、普通の古着ももちろんあるんですけど、なんか僕らは、何これみたいな感じの、変な古着をいっぱい探して、で、お互い、僕だったら僕は、その上司に、提案すると。で、上司は、僕に対して、提案するっていう遊びをやってたんですよ。で、その、ま、時、いろんな、いわゆる珍品っていう風に EC サイトにも記載してたんですけど、まあ、珍しい、おもろい、変な古着をいっぱい探してて、で、その特にね、印象に残ってるのが、半袖のね、レザーのジャケットが、あったんですよ。その当時。で、なんか、意味わかんないじゃないですか。その、字面が。半袖のレザージャケットっていう字面が多分こう、すごい聞き慣れなくて、違和感だと思うんですけど、まあ、あったんですよ。で、まあ、それがどういう意図で、その、何古着で、古着というか、生まれたかはわからないですし、もしかしたら可能性としては、その、前任の人が、ね、勝手に袖をね、切って、リメイクして半袖したのかもしれないんですけど、いや、とりあえずでも意味わかんないなと思って、僕はそれを見つけて、その上司に、見せて、そしたらめちゃくちゃ、まあ僕もすごい笑ってたんですけど、上司もめちゃくちゃ笑ってくれて、まあ、とりあえずじゃあ着てみようって言って、着てくれたんですよね。その半袖のレザージャケットを。で、めちゃくちゃかっこよかったんですよ、それが。その二人とも多分全く想像にしてなかったんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、その半袖のレザージャケットが。
で、っていう印象が、まあ、約もう10年ぐらい前の話なんですけど、ずっと脳内の片隅にあって、それを、こう、今ですね、10年越しの今、本気で作ったら、どうなるんだろうっていうので作っていただいたのが、こちらです。めちゃくちゃかっこいい。とにかく。で、今のがまあ僕のこう、なんでこのアイテムを作ったかっていう、まあ話。で、次、素材に関して、素材は、前回の、そのナイスネスの別注、あの、カバン、ナップサック、あとちょっとだけ在庫あるんですけど、それと同じ、ディアスキン、鹿革の、要はグローブレザーですね、一緒です。かなり、革質しなやかで、柔らかい。まあ、一言言ってしまえば、非常にいいレザーを、使っております。で、形がですね、こちらインラインに、インラインはね、普通の血の生地かな、シャツ生地とか、血の生地とかで作ってる、型の半袖のジャケットがあって、でこれの形自体が、40s、40年代のイギリスのハンティングジャケットと、同じく40年代の、イタリアンビスフォークのジャケットの襟周りを、合体させて、新しいデザインとして、ナイスネスが昇華したっていう、インラインの元ネタの形があって、それに、ナイスネスのグローブレザーを使って作ったっていうのがこちらのアイテムになります。めちゃくちゃかっこいい。サイズフリーサイズ。最初に言っておくと。で、お値段が税抜き17万なんで、お値段が税込み10万8700円になっております。で、ディテールは、三つボタンかな？はい、三つボタン。ですね、三つボタン。で、フロントに、パッチポケットが2つついてます。で、裏地、キプラ100になってます。袖まで、キプラが入ってます。裏地はキプラ100。見えるかな？はい、キプラ100。で、内ポケットが両側についていて、こういう内ポケットが両側についてます。で、ドローコードが、ここですね。見えるかな？ついてるんで、そこ絞って、シェイプをかけることもできます。こうですね。ドローコード。両方ついてます。で、こういう後ろに繋がってるという感じです。まあ、なんといってもね、やっぱあの、ナップサックもそうなんですけど、このね、革がすごいんですよ。この質感。多分 YouTube の方が、この質感は伝わるんじゃないかなと思います。すごいよ。このレザーは。はい。です。で、着ます。でね、その、さっきも言ったんですけど、その、字面で半袖のレザージャケットって聞くと、いや、どうやって着るのみたいな、風に思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、こんな感じですよ。めちゃくちゃかっこいいでしょ。なんかね、まあ、いろんな着方していいんですよ。まあ、もちろん T シャツとかに着てもいいと思うんですけど、僕がすごい好きだなーっていうのが、こういうフーディーに着るこの着方がすごく僕は好みです。わかりますか？かっけー今日ね、あの、店頭で、購入してくださったお客様の、こちらの半袖のレザージャケット、あの、いらっしゃったんですけど、その方も震えてましたね。めちゃくちゃかっこいいって言って、感動してくれました。めちゃくちゃかっこいいよ。で、身幅が、これかなり余裕あるんで、今みたいにかなり重厚なフーディー着ても、僕全然、余裕ありますね。いや、型はインラインになんかシャツで作ってるものがあったんで、それがベースになっております。締めてもいいですね。いやー、かっこいい。袖も長いんですよ。普通の、袖より。これ、確か袖丈30センチぐらいあるんで、まあ肘かかるぐらいまでは来るのかな。袖の長さは。
ありがとうございます。買ってくださってるじゃないですか。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいですよね、やっぱり。いやー、これはかっこいいわ。だから、さ、何回も言うんですけど、半袖のレザージャケットっていう字面だけだと、いやいや、どうやって着こなすんだよって思うかもしれないですけど、これ見て、この映像見たら、すごいいけるんじゃないかっていう気持ちと、あとは逆に今日購入してくださった方も言ってましたけど、そのスタイリングを考えるのが、すごく、楽しみになるんじゃないかなと思います。そうですね、ミリタリーのジャケットと、ビスポークジャケットの、襟ぐりを足して2で割ってるみたいなディティールですね。で、ここですね。このドローコード。いや、これもうかなりしっとりしなやか初めからしてるんで、着用して1年ぐらいは特にこれといって絶対こういうケアしてくださいっていうのはいらないんじゃないかなと思いますね。雨に濡れちゃった時とかは、乾いたタオルで拭いたりしてほしいですけど。で、ここをですね、今ドロコード少し絞ったんですけど、絞るとこういうふうにギャザーがやるというか、わかりますかね、こうシェイプが寄って、ここですね、今これ引っ張ったんですけど、ドローコードをちょっとまた見え方が変わると。いや、これかっこええわマジで。はい、で最後これもフーディーですけど、そう、ロンティーとかだと、ロンティーでもいいっすね。はい、ロンティーだとこんな感じ。いやー、かっこいいわ。めちゃくちゃかっこいいっすよねめちゃくちゃかっこいい、いや、本当にめちゃくちゃかっこいい。で、最後半袖着ようかな。半袖で合わせてもいいかなと。いやー、いいっすね。半袖もいい。半袖だとこんな感じです。で、半袖で着ても、結局肘だよね。肘が出ないんで、半袖合わせしても、幼くならないのが、いいとこじゃないかなと思いますね。いや、かっこいいわ。これ。ちょっと僕やってはいないので、スタイリングとしてハマるかどうかちょっと不安なのですが、何がいいかな。ちょっと待ってくださいね。身幅がかなり広いので、
多分こういうジャケットの上から、うん、アウタークラス、アウタークラスとかアウターのような、まあ、K アウターかな、ヘビーアウター、まあ、いけないことないと思うんですけど、全然今下にあのブラームスの、ジャケット着てるんですけど、まあ、その上から着ていただいて、まあ要は袖幅と身幅がかなりしっかりあるんで、こういう着かな、レイヤードで、まあ、今ちょっとごめんなさい、わざとっていうか黒着ちゃったんで見えづらいかもしれないんですけど、こういう合わせをすることもできます。そういう、もろもろ含めてですね、半袖のレザージャケットっていうのは多分皆さん持ってないと思います。多分皆さん持ってないと思うんで、どう合わせたらいいんだって思う方ももちろん、てか多分その方、そういう方が大多数だとは思うんですけども、こんな感じで、かなりいろんな、スタイリングの幅、まあ、しかも多分人それぞれ合わせたい相手も変わってくると思うんですけど、いろいろトライ、スタイリングを考えたくなる、アイテムなんじゃないかなと思っております。なのでぜひちょっと騙されたと思って、トライしてほしいなと思っております。素晴らしさを保証しますので、はい、というわけで本日は以上、ありがとうございました。最高でした。